ほなはる小説おすすめのアイテムをご紹介していきたいなと思います。あ、これ本物やなっていうのと、あ、これなんちゃってやなっていうのってあると思うんですよね。これもねビビりますよ、これマジでっていうやつがあるんですけど、はい、本日ですね、買わなきゃ損、このはる小説おすすめのアイテムをご紹介していきたいなと思います。ということで計7点あります。で7点ご紹介していくんですけど、今回ね残念ながら入れられへんかったっていうのがアークテリクスってすっごい良くて、もう今回またバージョンも変わってぜひ買いたいと思うんですけど、もう買えない、あ、買いたいのにけども買われへんぐらいもうすごい人気でなかなか手に入らなかったんで、アークテリクスに変わるようなマウンテンパーカーあるの？あるんです。それを今回ご紹介していこうと思いますので、マウンテンパーカー以外にもごまごまとありますのでご紹介していこうと思います。まずはですね、一番最初っていうのがマウンテンパーカーなんですけども、機能性だけで言ったらこれでしょっていうのがありますので、まずそれっていうのがこちらですね、ワークマンのイナレムプロっていうシリーズです。でこれに関しても今ちょっと僕の近くのワークマンに行った時にはもうなかったんですよ。なのでこれちょっと一つ古い形をご紹介させていただいております。で新しいタイプっていうのはもうすでにこの春出てるんですよ。ですごい性能高いんですね、イナレムプロってやつですよ。イナレムじゃなくてイナレムプロ、ここにイナレムっていう袖に入ってあって、さらにこのプレミアムってタグがついてるんですよ。でこれに関してはとにかくワークマンの中でも抜群に性能が高くて値段もちょっと高いんですよ。とは言いながらそれですら5000円切ってますから、4990円かなんかで、あの僕も展示会この間行った時に見たんですけど、これいいですねっていうことで、ちょっとキャンプ寄りのやつとか、あとバイク寄りのやつとか、あと街用のやつとか4種類ぐらいあるんですよ。でただ唯一の欠点としては、僕は赤のやつがいいかなと思ったんやけど、赤のやつはバイク用なんですよね。でバイクには特化してるんやけど、もちろん街でも全然着れるっちゃ着れるんですけど、カラーが選べないんですよ。ブルーとかになってくると透湿性、もう湿気とか全然感じひんでってなるんやけど、ブルーしかないんですよね。でベージュ系になったりしたら次釣りっぽくなっちゃうんですよ。だからカラーが選ばれへんのが唯一のデメリットやけど、もう性能だけで考えたらこの春ワークマンで買うって言ったらもうこれしかないでしょっていうぐらいダントツに仕上がってるなって僕展示会って思ったんで、まあ、これはねぜひぜひお勧めしたいなと思いました。なので入れさせていただいたっていうのが、まずはマウンテンパーカーの性能だけでいくんやったらイナレムプレミアム、これをまず狙ってください。でお近くのワークマンにレッツゴーっていうことになってますので、よろしくお願いします。でワークマンからちょっともう一個だけねご紹介させていただきたいなというのが、これもねビビりますよ、これマジでっていうやつがあるんですけど、まあ、それも買ってきたんですけどね、クロスワーク立体なんとかなんとかっていうことで、何なんかっていうと、まあ、後ろにも書いてあるんですけど、タスギ掛けでサポートしてくれるんですよ背中をね。でよく現代の人ってちょっとこう前にこう首がいってストレートネック状態になってるじゃないですか。でそれを改善してくれるやつなんですけど、なんとお値段980円、ちょっと一回着てみますね。こちらもね、あの展示会で見たやつなんですけど、この姿勢がね後ろにギュッてこう引っ張られるんですよ。でもめっちゃいいやんと思って、こう人によってこうなんていうアンダーアーマーみたいになってるでしょ、このアンダーアーマーみたいになってる感じもかっこいいなと思ったんですけど、あのまあこの上から普通にシャツとか着てもらって、日常生活これで着ることによって姿勢がこういう姿勢からギュッて引っ張ってくれるので、もちろん人によって合う合わへんって多分あると思うので、この引っ張りだいぶ俺ストレートネックでもう首バーさんかってぐらい前出てるっていう人はこの程度のあのサポートでは全く効かへんと思うけども、ちょっとこう出てるの気になってんねんなっていう人なんかは自然とこう戻してくれるんでね、あの筋トレしない人とかでもいいんちゃうかなっていうことで、これは980円で展示会でも気になってたからちょっと買ってみました。で特に姿勢気になってる人はぜひねこれいいんちゃうかなっていうことで2つ目ということになってます。で3つ目は何なんかというと、3つ目はですね、またマウンテンパーカーに戻るんですけど、アークテリクスの代わりで行くんやったらもうちょっと今シーズンこれしかないんちゃいますっていうところでねご紹介するのが、ついこの間紹介しましたけども、デサントから出てるアクレスっていうモデルです。アクレスです。でそれがね、まあ、僕もここ1週間ぐらい来たんですよね。で着用してみて、なんかデメリットあるかな、むしろこれ良かったとこどっかあるかなみたいなところでずっと調べてみたんですけど、まあ、レビュー動画でも言ってる通り、もう性能っていうかこのなんていうのパターン的にはもう仕上がりまくってるんですよ。もうこれ以上のパターンないでっていうぐらい、アークテリクスより形としてはもう仕上がってるって僕は思ってるんですよね。ただやっぱり性能がちょっと低いんですよ。で耐水圧っていうのが1万ミリぐらいなんですね。1万ミリの耐水圧って僕これで一回チャリンコとか乗ったりはしたんですけども、浸透してくるまではこうへんかったけども、とにかく蒸れたんですよ。でこれは糖質性の話なんですけど、次はね、で糖質性に関してはワークマンからさっきも言ったけど3万5000ミリの糖質性のブルーのジャケットが出てるんですよ、イナレムプレミアムのね。それ考えたらこれは一応非公開になってるんですけど、糖質性に関してはちょっとこれ蒸れやすいかなっていう、やっぱ生地の性能としてワークマンの方がちょっと性能高いんですよ。だからアクレスってすごいこれ形としては仕上がってるってめっちゃいいんやけども、性能的にちょっと普段着てるゴアテックスとか着てはる方からしたらちょっと落ちちゃうかなと。だからアクレスの EX ってもう一個上のランクあるんですよ、これ12万ぐらいするんですけど、それに関してはゴアテックスだから多分このデメリットがなくなってくるんちゃうかなと思いますし、あとねもう一個気になるのがね、ここ
このベルクロ結構取れるんですね。だからこのベルクロって新しいこのベルクロを採用しててブロック型になってるんですけど、まあ、これはねちょっと使いづらいなっていうところが正直な印象です。もう一個だけちょっと気になるのが何かというと、この袖口、この袖口にこのベルクロをギュッて締めたら必ずこの白い布が生地裏地が見えるんですよ。これもちょっとどうにかしてほしい。ずっと手の前にこの白いのが両方とも見えてるのがちょっと気になるんですね。だからこれぐらいが気になるところで、あとそれ以外には逆に良かったなと思うところはね、この上まで締めるじゃないですか。そしたらね、形がもう完璧に仕上がってるんですよ。もう完璧、マジで完璧。今までラオジャケットが完璧って言ったけど、これアクレスが今ナンバーワンちゃうかっていうぐらいこうパターンは仕上がってるんですね。なんでかってマウンテンパーカーってこの首のとこがペターンって寝てたりすることあるんだけど、これしっかり立ってるし、でちゃんとフードもついてるし、でこっから結構風入ってくるんかなと思ってたんですよ。だけど意外とあんま入ってこないんですよね。でまあこの紐があるから、こう紐ギュッて絞ったったらこうギュッて絞ってくるので、これアクレスちょっとこれ相当強いぞと思ってますので、いいんちゃうかなと思うんですけど、ちょっと蒸れるのが気になる方はゴアテックスモデルに上げるか、もしくはワークマンの方でもうちょっと生地の性能スペックが高いやつに行くかっていうところなんですけど、まあ、これもね非常に形としてはもうめちゃくちゃ仕上がってるなって感じなんで、これぜひぜひねいいんちゃうかなと思ってます。で次が何かというと靴ね。靴はねこれ昨年買った、バンズの職人っていうモデルなんですけど、ここ防水なんですけどね、じゃなくて今年出たバンズからのプレミアムかなんかっていうのがあるんですよ。バンズプレミアムっていうラインが新しくできて、それに関してはクッション性が良くなって、さらにちょっと見た目もクラシックになってるんですよ。これめちゃくちゃ服に合わせやすいやろなと思って、僕もネットバーって見てんのやけども、もうその段階ですぐ売り切れてたんですよね。ただこれって多分この今シーズン出すと思うので、リストックとかまた追加販売とか絶対出てくると思いますので、商品ページとかね見てもらって、いざ僕の方にね、いつ出るんですかとか、いつリストックあるんですかって言われたって僕全く知らないので、店舗さんとかに問い合わせてもらったらいいかなと思うんですけど、このバンズのプレミアムはね、僕はまあちなみにこのオーセンティックのやつが一番好きなんですけど、スリッポンのタイプもあったりするし、やっぱりどこのメーカーも今やっぱスニーカーのクッション性めちゃくちゃ良くしてるから、バンズがちょっと遅れてるなと思いきや、バンズ取り返してきたやんと。ここに来てカメとウサギじゃないけど、こうウサギばっかり進んでてね、他オネオネとかなんかサロモンとかばっかり走り切っててね、うわやっぱりオンもすごいななんて言ったけども、後ろからブワーってこうバンズが追い上げてきてるわけなんですよ。だからぜひね、これバンズ好きな方だからからしたら、いやちょっとスニーカーのこのクッション性が悪いのがどうしてもバンズの欠点やってんだ、出たやないかいと、ちょうど今年出たやないかいっていう話が多分できると思いますので、僕個人的には狙ってるんですけど、まだ変えてないっていう状態です。なので変えた方は教えてください、どこで買ったかっていうところで、ワークマン 1,2 でしょ、で靴でしょ、でアクレスでしょ、であと3つか、であと3つ何なんかっていうと、やっぱりここノースフェイスは入れさせてください。なんでノースフェイス入れるんかっていうと、今回ラオジャケット入れておりません。なぜラオジャケット入れてないのかというとですね、もうラオジャケットは殿堂入りしました。なのでこの春買うべきアイテムとかじゃなくて、もう一生通じて買うアイテムはラオなんですよ。だからもうラオジャケットは入れておりません。だからもうこれはもう殿堂入りしたというふうに思っていただいたらいいかなと思います。吉本イケメンランキングでも大体1位に上がってくるチュートリアルの徳井さんとかでも殿堂入りするでしょ。あんな感じとか、嫌われナンバーワンとかで江頭2時50分さんとかもあれも殿堂入りしてるから、あんな感じ。もうだからラオの話はもう今回今日はしないんですけど、なんでこの2着ですよね。レトロマウンテンライトジャケットとマウンテンライトジャケット2着出したかというとですね、理由はですね、コース選びがたいからです、それだけ。だからちょっとね、僕個人的にはこのレトロマウンテンジャケットね、結構ええんちゃうかなと思ってるんですよね。だからこれはこれで悪ないなと思うし、まあマウンテンライトジャケットは今やもう安く買える時代になってますので、これもこの時も言いましたけども、確か今3万5000円とかで買えるんかな、もうちょっと安いんかな、定価はね4万円ぐらいするかなと思うんですけど、もうセールとかにかかってるから、もうもはや定価で買うアイテムじゃなくなったんですよ、マウンテンライトがね。って考えていくと、まあ、こっちも捨てがたいよねと。だってまあ今の時代、さっきのアクレスもそうだけど、まあ、アクレスが49,500円、まあ5万円なんですよ。まあマウンテンパーカーって、まあアークテリクスとかって8万7万してくるから、まあ5万ぐらいが相場だよねっていう状態の中、まあラオジャケット5万、まあアクレス5万、まあまあまあ妥当かってなってる時に、マウンテンライトジャケット3万前半とかで買えたりしたら安いなってなるじゃないですか。だからもうこれに関してはコスパがいいからちょっと選ばせていただいたっていう感じなんですけど、まあ、形的に言うとこういうちょっとゆったりした感じもね悪くはないんちゃうかなっていうことで、ちょっとダボっとしたパンツ履いてちょっとこんな感じで済ました感じでいくっていうのもねありかなとは思うんですけども、ただね皆さんね気をつけてほしいなっていうのがあります。これ何なんかっていうと、パンツこの白いダボっとした感じで上ダボっとさせるじゃないですか。気をつけてほしいのはね、このレトロマウンテンライトジャケットを今この状態で脱ぐとしたら、脱いだ瞬間に建築現場の兄
ちゃんになっちゃうんですよ。どんな感じなんかというとね、ご覧ください。これ解体の兄ちゃんになっちゃうわけなんですよね。このままねヘルメットなんか持っていったらね、もう完全に解体の兄ちゃんし、このままセブン行ってください。セブンイレブン行っていくと、だいたいカップラーメン持っていくと、あのごっつ盛りっていうのをね、味噌味を買っておにぎり買って、でだいたいそれをコンビの前でこうやって食ってますわ。いや、そういう風になりますので、その合わせ方だけね皆さん気をつけていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。で最後2点というのが何なんかというと、ユニクロのデニムと、あと鬼塚 T シャツ、まあ、これに関してはもう上はね、あのなんかユニクロでおすすめの仮面アイテム3000円みたいな感じで紹介したと思うんですけど、もうとにかく鬼塚なんですよ。着れば鬼塚になるっていうことで、もうこれだけで仕上がってるじゃないですか。この T シャツ1枚着てて、でこうやって腕組んだらもう完全なんですよ。だから夏場とかはね結構使えるんじゃないかなと。ただこうゆったりしてるサイズ感じゃないので、こうショーツとかと合わせるのはイメージ悪いかもしれないんですけど、まあこういうねGパンと合わせたりとか黒パンと合わせたりするのは全然問題ないんちゃうかなと思います。であとねパンツですよね。これパンツデニムのやつ、これもう昨年のやつからずっと言ってるけども、まあ、なんでいいかって言ったらね、例えばこういう似たようなパンツとかもあるんですよ。でこれはね木村拓哉さんのスタイリストされてはった方が出してるブランドのデニムなんですけど、これも岡山で作られてるんですけど、このGパンも岡山の生地を使ってるんですね。あの作ってるのは岡山じゃないんやけど、岡山の生地を使ってるんですよ。でこれもね全部岡山でこだわって作ったマインデニムっていうね、あ多分ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、大体1本3万とか4万とかするようなパンツなんですけど、もうすごい形が綺麗に仕上がってるんですよ。で特に木村拓哉さんとかも履いたりとかされてますけども、まあ、それと全く一緒ってことはないですよ。それは全然ちゃうんやけども、それの入門編ぐらいになるっていうかね、それまではいかんけども、値段がそれを考えたらこれが3990円なんで、もう10分の1ぐらいで買えるって考えた時に、もうとにかく僕いつも言ってますけど、デニムを買ったことない、デニムを最近離れてた人は、とにかくこれ買ってくださいと。あのユニクロの回しもんってなんて言われてもいいから、とにかくこれ買ってくださいっていうぐらい仕上がってるんですよ。でもう一回やっぱデニムがお好きになってくると、こうなかなかこう生地全部オールコットンがいいとかでこだわってくるんですよね。そうなってくると、より岡山の古い機械を使った生地作りじゃないとできんってなってくるんですけど、まあ、これに関してももちろん岡山のすごい生地を使ってるんですけど、ウレタンが入ってるんでね、あの多少のストレッチは効いてるんですよ。だからちょっとジーパンってちょっとしんどいなと、腹回りきついな、飯食った後もうこんな腹ボヨンって出てるからきついなっていう人なんかも、多少ストレッチが効いてるから履きやすかったりするんかなっていうところで、ぜひぜひねこれもいいんちゃうかなと思います。やっぱり本物の服ってあるじゃないですか。いろいろこう服買ったりとかしてたりしたら、あこれ本物やなっていうのと、あこれなんちゃってやなっていうのってあると思うんですよね。でそれって多分今まで購入されてきた中で、うわこれミスったなとか、これ大したことなかったなとかっていうのあると思うんですよ。その写真詐欺みたいなのとかも結構あると思うけど、実際問題僕もいろいろこうカバーしてもらってる中で、うわこれいいよね、これ品質高いよねっていうのを今回ご紹介させてもらったのかなっていうのですね。まずはイナレムプレミアムでしょ。で次に体をサポートするやつね。あの建築現場兄さんじゃないですよ。体をサポートするやつとか、あとアクレスですよね。このデサントのアクレス、もうとにかく形が仕上がりまくってるというところがこれで、次にノースフェイスのジャケット、まあこれに関してはまあどっちかお好きな方でもいいんちゃうかなって、もう一個言うならもうマウンテンジャケットやったらもう完璧やねんけどっていうところで、で次がバンズのプレミアム、これに関しては今年出たばっかりやから、もうとにかくあるうちに買いに行くっていう感じでね見てもらったらいいかなということで、 1,2,3,4,5,6,7 で、あとこのユニクロの上下っていう感じですかね。これがね春ではねズバ抜けてこの辺りいいんちゃうかなって、いろいろこう回ってる中で、僕もあの一応こういうの動画もやるから、半球メンズ館行ったりとかユニクロ行ったり自由行ったり、いろいろ困って、こういろいろ触ったりするんですよ。で着用してみたりとかしてる中で、うわこれはちょっとズバ抜けてんちゃうかなっていうのをね、今回7選選ばせていただいたということになっております。だからこの辺は買って、ちょっとこれタクトさん全然言ってることちゃうじゃないですか、めっちゃ品質低いですかじゃないですかって言われることはないと思ってください。もう僕が見てきてこれはいいと思ってるやつだから、品質は間違いない。ただ似合うかどうかは別の話ですよ。ちょっと体型が出ちゃったんでとか、いやちょっと腕がプルンプルンしちゃってるんでとか、それはちょっと別の話だけど、品質としてはもう間違いないっていう感じかなと思いますので、ぜひぜひこの後走っていただきたいなと思います。一応紹介したやつ全部下にリンク貼ってますので、気になる方はね見ていただければなということで、本日ですね買わなきゃ損、この春超絶おすすめアイテム7選をご紹介していただいたということになります。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。